私のとつ国より海を渡りて現れる若者、姫し力、未だ知らずかの身を滅ぼすこともかの願い、叶えしこともその者、勇み立つとき我を求め共に荒れ野の道を行かん待ちて願え開港は我の古よりの定めなり漆黒の世は広がりしも明星は一つ輝き長き物語は今始まれる。なぜお前がここにいる？乱帝はどうした？乱帝様、もう海の上、香港行きの船の中。香港？乱帝は香港か？できる人物を紹介しよう。唐李昌、香港の浪士の一人だ。住所はここに入っている。ありがとうございました。
原崎。葉月くん。脅かしたか。ううん、大丈夫。でも違う意味で驚いちゃった。違う意味？だって葉月くんのことをお祈りしてたら、葉月くんが突然現れたんだもん。俺のこと？香港に行くんでしょ、葉月くん。どうしてそれを？福原さんを問い詰めて聞き出したの。だってこのところ葉月くんの様子が。そうだったのか。葉月くんの性格分かってるから私何も言わない。でもそれだけは持って行って。どんなことがあっても葉月くんを守ってくださいって一生懸命お願いしてあるから。原崎、よかった、葉月くんにちゃんと渡せて。カナダに戻る準備がいろいろあって、ここのところ結構忙しいんだ私。そうか、原崎はもうすぐカナダへ。私帰るわ。ああ、気をつけて帰れ。うん。二人とも旅立つのね。もっと時間が欲しかったね。